死の両権は1933年に発表されたイギリスの小説家アガサ・クリスティの短編集である。全12編の収録作中唯一の推理小説で知名度が高い検察側の承認を除くと心霊現象をテーマにしたホラー小説などで構成された短編集となっている。日本語の主役はクリスティ短編全集1である。アガサ・クリスティ・アワーは アガサ・クリスティのミステリー短編を原作とし1982年に放送されたイギリスの1時間テレビドラマのミニシリーズ。制作はテムズテレビ。シリーズは1982年9月7日から11月16日まで全10話が放送された。そのうち3話は死の了犬収録作より取られている。1953年に戯曲化、1957年に 映画化されている。須藤康夫イコール編、アガサ・クリスティ百科事典、早川書房、クリスティ文庫1978から41億5130万1000 100 2004年間398ページでは、アガサ・クリスティーズ・アワーとなっている。ありがとうございます。